はじめまして、そうてない皆さん、こんにちは。ドクター正気です。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。まずはね、難易度難しいのいいねランキング2位のセレスティアルスプリントスピードランかなっていうのをやっていきましょう。ちなみにね、いいねランキング1位は第1回の動画でやったスイッチの砦です。まあそれについてはね、関連動画っていうか、概要欄にリンク貼っておきますので、そちらも見てくだされば嬉しく思います。というわけでやっていきましょう。 Never stop running, trust the fake traps, and most importantly enjoy。 もう and most importantly enjoy、 もう何よりも楽しもうっていうのがね、まさしくゲームの醍醐味って感じで、いいね、やっていこう。で、20秒に対してベストクリアが19秒968でめちゃめちゃシビアなんだよね。やっていこっか。どんな感じ？フェイクトラップに騙されるなって言ってたからね。こういうことか。フェイクトラップに騙されるなって。ああ、なるほどね。いやー、楽しい、楽しい。いいね。こうか。おー、すげえ。うわーい。びっくりした。こうか。おーっと。うわー。ジャンプ早かったな、今のは。ここ。オッケー。いった。おー、面白いな。で、これは、おー、すげえ。おー、ナイスゴール。いや、最後まで面白いステージだったな。いや、これは納得のランキングだわ。はい、次行きましょう。あれ、ちょっと待って。クリアタイム全く同じなんだけど。いいね。さて、次のコースはね、期待のコースからね、このドンさんの Don't let them、Don't let them get you か。っていうコースやっていきましょう。My first コース、あ、処女作か。いいね。で、クリア率が 6.95%。遊んだ人は108人に対して、まあ、75人がクリアしてる。なるほどね。まあ、これはぜひとも、クリアしたいね。これは、スーパーマリオ3のスキンか。Don't let them get you。どういうことだろうな。横ドッスンが関係してんのかな？めっちゃ関係してそうだね。こんな感じ！なるほどな。あー、なるほど。こうか。ほうほうほう。ん？でもこれ気になるな。あ、これいける？ふん。あー、それは無理か。こんな感じか。こうやって一人一人倒していくスタイルだろうか。こうで、敵は誰もいなくなった。1アップか。オッケー。で、ああ、この土管に入るんだね。よしよしよし。で、次。ああ、なるほど。走り抜けろって感じか。うおー！うわあ！あ、ギリ。マリオの全速力とドッスンの迫ってくるスピードが同じぐらいなんだね。お、怖っ。なんだ？なんだ？これ。これは多分、ここをくぐり抜けろってことだ！違った。ははは。お前、左に行かないのかよ。で、多分この下のドッスン動くんかい。多分これ全員右に飛んでくるんだろうな。よし、行けた。あれ、まだ続く？ほう。そういえば、赤コイン、ピンクコインが4枚あるみたいだね。謎解きって感じか？これは。ほうほう、なるほど。走り抜けた後、こっちに戻ってくる感じか。ほっ、ほっ、ほっ、オッケー。あ、違った。ふふ。よし、いけたね。さて、次は？あ、坂を利用してって感じか。で、次、多分これは、来るね、来るね。急げ、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 お、わあ！つっかえたか。よし、来た。なるべくオンオフスイッチは、手前で押した方が、つっかえにくい。オッケー！うおっしゃ、いけた。いい？あ、そういうことな。これで、倒す。オッケー。さあ、次、あ。なるほどね。オンにしとかないといけなかったのね。こわ。ふふふ。こわ。あー、なるほど。ふん！よし、いけるか？
このまんまいけるよね。よし、いった。あ、ブラックパ君、これは突っ切っていけってことか。オッケーオッケー。お、ゴールか、これは。やったぜ、怖い。クリア。ラス殺し怖いよ。次行きましょう。というわけでね、最後はドッスンスピンの意地悪フルコース、毒キノコを添えてっていうコースやっていきましょう。レトルトさんの新作ですね。楽しみだな。クリア率が 0.83。3000人遊んで3人に1人しかクリアできてない。そんな感じかな。というわけで1001人目のクリア者目指しましょう。まあ多分ね。今僕がプレイしてる間に多分1001人目、1002人目出るんだろうけど。さて。ドッスンのスピードラン。スピードランじゃないわ。スピンだ。スピンコース。こっちはなんかある？ほ、あ、ほ。よし、来た。ここはどうだ？はい？まあ、真面目に行けってことだろうね。わあ。ここむずいな。矢印を信じろって感じか？こんな感じ。わあ。あ、わかった。ここで、こう、わーい。ふん。で、ここでちょっと待機して、ふん。いけた。こんな感じか。よ、よし、乗れた。わー、ブラックパックン。もう騙されないからな。こんな感じ。オッケー。で、ここだな。スピンジャンプね、前回の、じゃあ第2回か。動画でね、結構苦手だったってことが分かったからね。その辺も、うわ、びっくりした。その辺もね、対策というか、練習していかないと、しんどいよね。多分、やっぱりね、ゆっくり、思ったよりゆっくり、ほっ！オッケー。こんな感じ。まだね、ベストクリアタイムが20何秒っていうのがね、救いなんだよ。割と、クリア率こそ低いもののすぐにクリアできる。らしい。あ、なんだ、いけるのか。今まで俺は何をしてたんだ。わあ。ふ、あれ、届かねえ。こっからなんだよ。行くぞ。こんな感じ。そうだ、ゆっくりなんだ。油断すんなよ。油断すんなよ。で、ゆっくり行くぞ。ふん。よし、行けた。よしよしよし。わあ。で、ちょっと思ったんだけど、これさ、レンガブロックのとこ行けない？こんな感じ。あれ、いけるじゃん。待って、いけるんだけど。あ、でも行った後だな。あ、こいつ使おっか。お前ちょっと利用させてくれよ。来いよ、キラー。ふん！よし、行けた。うわぁ、びっくりした。あのレンガブロックの上行けるってことはだ。ここさ、あった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 。で、こっからだ。こんな感じ。ガバでしょ、これ。これガバでしょ。さあ、行くぞ。キラー。よし、行けた。わあ、びっくりした。これは？あ、行けないか。で、もしかして、あのツタに捕まるとか？その可能性ワンチャンあるな。ふん。あ、いけた。あ、中間あった。やった。これ大丈夫？大丈夫？キノコ、優しい。あ、でも毒キノコを添えてって言ってたから、このキノコ自体罠の可能性は？あ、お前か。毒キノコ。そんなとこ来ないでよ。よくいしょ。来ないでくれよ。あ、マジか。よし、いけた。うわあ。で、3回目。オッケー。ふう。
で、あ、まだ、あんの？まだあんの？まだあんの？はっはっはっは。ふん、マジかい。こんな感じで。ちょっと避けよう。ま、キノコ、キノコ、キノコ、よこせ。オッケーオッケーオッケー。で、ラス1そこね。了解。まあ、こんくらいの犠牲大したことない。鍵ゲット、オッケー。これまだある？あ、ない？ん？スピンか？もしかして。よっしゃー、やったぜ、やったぜ。騙されねえよ、こんなのにはな。さあ、うわー、マジ？マジか、マジか、うわ、油断した。さっきはちょっとマグナムキラーに気を取られてね、やられちゃったけど、今度はそうはいかないぞ。待って。てか、それ以前にもう突っ切ろう。オッケー、クリア。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。この動画もし良かったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録、コメントと応援、そしてリクエストなどくだされば、僕のモチベーションにつながります。また、Twitter や Discord のフォローもよろしくお願いします。また次回、お会いしましょう。バイバイ。